はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は環境と人生というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。環境っていうのは私たちの外に現れている目に見えない世界ですよね。で、この環境っていうのは確かにこう不平等だと思うんですよ。まあ、人っていうのは生まれ育った環境っていうのはバラバラですから、まあ、極論ですけど、まあ、大富豪の家に生まれる人もいれば、まあ、親がねものすごくこう経済的に厳しい環境に生まれる人もいるわけです。だからまあ人は平等というふうに言いますけれども、でも少なくても環境という意味では不平等っていうのは、まあ、正直こう認めざるを得ないところがあると思います。しかし人生っていうのは平等だというふうに思うんですね。その人生っていうのはその人が内側でどういうことを感じているかというその内面世界っていう意味です。その私たちが例えば心に平安を感じたりとか幸せを感じるっていうのは全部内側ですよね。内から湧き上がってくる感情が例えば心の平安だったり幸せだったりね、真の幸福だったりするわけです。でそういう意味では人生というのは極めて平等になっているというふうに私は個人的に思っています。でどういうことかっていうのをもう少しこう具体例を出して話を続けていきたいと思うんですけど、例えばね、分かりやすく、まあ、お金の例で話をすると、明日1万円をなんとかしないといけないというふうに、まあ、本当にね心の底からこう不安を感じている人がいるとすれば、一方でね、明日中に100万円なんとかしないといけないというふうに考えて、やはり深刻にね悩んでいる人がいるとします。ある人は1万円で本当に悩んでいて、ある人は100万円で悩んでいるわけですね。じゃあこの2人はその本人の心の内側の苦しみに違いがあるかって言ったら、実は同じなんですよね。1万円で悩んでる人より100倍100万円で悩んでる人の方が苦しいってことはないんですね。その人にとって1万円っていうのが本当に切実な問題であれば、やっぱり同じように苦しいんですよ。人の苦しみにその100倍とかっていう差はないんですね。同じように苦しんでるわけです。だから自分が持ってるお金の金額とその人の人生、内面的な心の状態っていうのは実は関係がないんですね。まあ、かのね、世界的大富豪であるロックフェラーでさえお金の件で不眠症になったというふうに言われているぐらいですから、環境は違っても人生っていうのは実は同じなんです。その内面の心の世界で体験することっていうのは一緒なんですね。だから他人から見たらどれほど小さな悩みに見えても、本人にとっては夜も眠れないぐらい深刻でだったり、他人からしたらねそんな些細なことでって思うかもしれないけれども、本人にとっては心からの喜びだったりするんですよ。でそういうこの喜怒哀楽っていうものに関しては差がないんですね。だから環境は不平等でも人生は平等というお話をしているということです。でじゃあ人生は平等と言ってもね、じゃあ、みんな全く同じかって言ったら実は違うわけですよね。それは何が違うかっていうと、今どの段階の感情を感じているかというその段階の違い、そして順番、この2つはですね、人生は平等と言ってもやっぱり違うんですね。でこれもまたちょっと具体的な話を しながら続けていきたいと思うんですけど、感情はですねやっぱり感じる順番っていうのが違います、人によってね。例えば、まあ、20代でね安心安定を選択して、まあ、公務員とか大企業とか勤めると、まあ、そうするとね、まあよっぽどのことがなければ、例えばまあ公務員であれば公務員として、まあ、60代とか65歳とかまで、まあ、安心安定、少なくても毎月毎月お給料とか社会的な身分が安心安定で保障されているわけですよね。で、一方ね、20代で起業家という人生を選択する人もいるわけです。まあ、起業家という環境を選択する人もいるわけです。で、その人たちっていうのは、まあ、安心安定っていうのを取らなかったわけですよね。ですから普通の人が体験したくない感情っていうのを先に体験していきます。
まあ、具体的には例えば不安とかね、孤独とかね、挫折とか絶望とか虚無感とかね、まあ、そういったものっていうのをどん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 体験していくわけです。だから人生は平等と言いながら、ね、一方の人たちは安心安定を選択したために今言ったようなね、不安とか孤独とか、まあ、絶望とかね、挫折とか、まあ、虚無感とかを感じないで生きられていると。で、一方の人はね、その選択をしたために人が感じたくない感情というのをたくさんたくさん体験していると。で、全然人生は平等じゃないじゃないかって思うかもしれないんですけど、実は平等なんですね。なぜなら、その感じている感情の段階が違ったり順番が違うだけだからです。60代にまでですね、安心安定っていうのを最優先で取ってきた人っていうのは、そこからですね、例えば自分がね、いざ名刺上の肩書きがなくなった、組織に守られなくなったという状態になった時に、そこから不安とかね、孤独とかね、虚無感とかっていうのをこう感じ始めていくんですよ。今まで、まあ、自分はね、その名刺があったおかげでね、肩書きがあって名刺があったおかげで感じないで済んだものを、いざ自分がね、その組織を出ることになった時にね、その組織の名前ではなくて本当の自分、本当の自分の実力として勝負していかないといけない、ね、自分自身と向き合わざるを得ないっていう風になった時に、そういう不安とかね、孤独とかね、虚無感とかっていったものと向き合わざるを得ないわけです。まあ、一方ね、20代で起業家っていう環境を選択した人はね、最初は人が感じたくない感情をたくさんたくさん感じたかもしれないですけど、時間とともにね、本人が内面的に成長して成熟していく。まあ、実年齢は20代なんだけど、精神年齢は60とかね、もうすごいこう、他の人がね、感じたことがない、いろんな体験、いろんな感情を感じてきたっていう人はね、その人にの感情にやっぱり見合う。その人の成長に見合った環境というのが与えられていくので、結果的に安心安定とかっていうのを感じられるようになっていったりするわけです。だからそういう意味で人生というのはやっぱり平等なんですね。もし違っているように見えるとしたら、それは単にどの段階の感情を感じているか、そしてその順番が違うだけであり、人生というトータルで見たときは基本平等なんだということです。なので、まあ、あのね、有名な思想家の一人で、ラルフ・ワルド・エマーソンという人がいますけど、まあ、彼がね、嫉妬は無知であるという言葉を残しています。嫉妬は無知である。嫉妬っていうのは誰かに対してね、羨ましいと思う気持ちですよね。でもそれは、ね、見た目のね、外の世界に現れている環境しか見てないわけです。環境は確かに不平等ですよ。だからね、羨ましいなとか、なんであいつが あいつだけとかって思うことはあると思うんです。でも人生は平等なんです。人生っていうのは心の内側で感じる感情そのものだからですね。で、それは順番が違ったとしても、みんな同じように悩み、同じように喜んでいると。喜怒哀楽をどういう順番で感じてるかという、ただそれだけの違いなんですね。だから、本当の意味で人が求めている共感っていうのはね、一緒なんですよ。その1万円で悩んでる人も100万円で悩んでる人も、本人にとってはもうそれが人生を左右するぐらい深刻な悩みであり、そして人がね、どれほどささやかに見えたとしても、他人からしたらどれほどささやかに見えたとしても、本人にとっては心からの喜びだったりするわけです。だから人の悩みをね、自分のことのように深刻に感じられたりね、人の悲しみを自分、まるで自分のようにの悲しみのように感じられたり、もしくは人の喜びをまるで自分のことのように喜べるようになるっていうのは、この嫉妬は無知と、人生はみんな全く同じ平等だという視点から生まれるものだと思うんですね。そして、あ、この人が今悩んでることっていうのは自分も同じように悩んだなと、自分がこの人が本当に不安に感じていることっていうのは自分も同じように不安に感じたな、あの時は本当にきつかったな、辛かったなと、この人が
今喜んでることっていうのは自分も同じように喜べたなとね、あ、今この人本当に幸せを感じられてるんだなと、そういったことが他人のことがまるで自分のことのように感じられる、そういうことが本当の意味での共感であり、人が求めてるものなんだろうとね、いや、あなたの悩みはね、自分が今まで経験した悩みに比べれば小さいよとかね、あなたがそんなことで喜んでてもしょうがないよとね、もっと大きなことに挑戦しないとっていうのは人のことがよく分かってないと思うんです。その人の悩みに大小大きい小さいはないし、人の喜びに大きい小さいはないんです。で、そうした時にね、相手のことをまるで自分のことのようにね、喜怒哀楽全て感じられるようになったら、それは本当に人のことが理解できたということであり、人と初めてね、共感し合えたということなんだろうというふうに思っています。ということで、今回は環境と人生ということで、環境は不平等のように見えるけれども、人生は極めて平等なんだというお話を聞いていただきました。もし今回のお話でですね、何らか共感していただける部分があったとしたら、ぜひグッドのボタンを押していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。